ですね、舞台の瀬織津姫様の、BGM というかですね、その作曲を忍ぶ絵でどうですかっていうお話をいただいて、それを、今のね雅の、ママにお話ししたら、あ、じゃあ瀬織津姫様のその、あのご最新なんですかね、遺跡山神社っていうところがあって、そこに行ってくるといいよって言われて、すごいあのそういうね、あの情報もすごく嬉しくて、で今、今日は雅さんでねちょっと、イベントがあったので、行ってでお食事させていただいて、で、じゃあ行ってきますって、ちょっと名前がきちんとわからなかったんで、遺跡山神社って調べて、辰野市って書いてあったから、辰野だよ、あ、これねって言って、入ってポチッとなってして、で来たらすごいなんかあのもう山の中でどんどん道が細くなって、なんかちょっと崖みたいなところも通ってきて、え、これいや、なんかママそこまで道が細くて気をつけてね、大変だから気をつけてねっていう話もなくって、これ合ってんのかなと思って、でこれ以上行くと多分車 U ターンできなくなるなと思って、で慌ててちょっと車はここにあのちょっと踊り場があったんで止めさせていただいたんですよ。それで改めてどこに遺跡山神社で合ってるよなと思ったら、あの遺跡山神宮奥宮って書いてあって、多分あの明子さんが言ってくれたところと違うんですよ。でもそれがその場で2人で遺跡山神社、うん、ここって言って Google に Google マップに設定してナビ入れて車で来たんで、だからこちらの方に無意識で呼ばれてるのかなということで、あの引き返さずにこのまま行ってみます。あ、スミレが綺麗、この色ね、綺麗、もう引き返さずにこのまま行ってみます。すごいちょっとすごい、ちょっとあの道も危険を感じたんで、でも引き返せないし車1台分しか通れないから、だからちょっと止めて、これは引き返せるところ、車はね一人しかいないから、もう明らかに誰もいないじゃん明らかに誰もいないから車はね止めて、車で1分っていうから結構歩くんですかね、あと車であと1分ってなってましたんで、歩けない距離じゃないかなと思って、もうここからは完全に一人なんで、録画しとこうと思ってもしちょっと行方あ、そうそうそう、もしは言っちゃダメ、もうね、そういうね、そういうもうそういうのはダメですね。え、なんかすごい、なんかあそこでなんかありますね。もう何もどっちだろう、もうこんな感じなんですよ、もう道が。なのでちょっとこれ行ってみますね、どっちかな。なんかこっちかな、ちょっと行ってみますね。瀬織津姫様の、あのゆかりの神社さんの登録が無意識で奥宮っていう方になっていて、そこに今来てます。で車がこれ以上進めないって判断したんで止めて歩き始めたんですけど、ちょっと一人で不安なんで録画しながら歩いてます。で車にも忍ぶ絵ちょっとこれ積んでたんで持ってきました。すごい、もう全然なんか人の手が入ってないようなね、もう側こっちでいいのかな、入ってはいけませんとか書いてあるね。ちょっと違ったら引き返しますけど、合ってるのかな、でもまあここの地をね、あ、でもなんか工事の跡とかがあるのでね、いいんですかね、こっち来てみて、あ、完全にちょっと
危ない感じがするんで、ちょっとまたちょっとこれ一回途切れるかもしれませんけど、ナビ入ってんのかな、何も言わないからナビ、ちょっと待ってね。